こんにちは、ヒデオです。この動画はバンコクの南東150キロにあるジョムテンビーチからお届けします。今日はホットクックで作るビーフバーリースープのご紹介です。ビーフバーリースープ、ビーフは牛肉、バーリーは大麦、牛肉と大麦のスープになります。日本ではあまり一般的ではないかもしれません。でも実はこれ、日本のハヤシライスのルーを使うと、簡単に作ることができます。ではレシピをご紹介しましょう。では材料をご紹介します。基本的にはハヤシライスを作るのと同様です。まず牛肉、500g ですね、これはジョムティエンビーチのローカル市場ラタナコンマーケットで買い求めました。 500g で130バーツで450円くらいです。お店でその場で、さいの目に切ってもらいました。あと、人参が1本、トマトが、3個、玉ねぎが2個と、具材は以上です。あと調味料としては、SB のとろけるハヤシの素、これ2分の1箱4皿分のみを使います。こちらは、パタヤ市内、セントラルフェスティバルショッピングモールのデパートの地下のスーパーで買い求めました。これ1箱で、130バーツ450円くらいですね。で味付けには、塩を使います。これは日本から持ち込みました石川県産輪島の塩ですね。あと、これはタッパの中には、刻みニンニクが入っております。それからこちらが大麦バーリーになります。これはサウスパタヤ通りの中華系中型スーパーフレンドシップで買い求めました。 500g 入りで75バーツ250円ぐらいですか。以上になります。まず最初に大麦バーリー 100g を水 200cc につけます。まずはスケール量りを用意します。これはタニタの 3kg まで測れるスケールです。これはパタヤのセントラルフェスティバルショッピングモールパタヤの5階にあるキッチン用品売り場で買い求めたものです。このスケールお値段1500バーツ5000円くらい、まあ、結構しますけれども、これがあると非常に、テキパキと料理ができるようになります。まず電源をオンしまして器を乗せます。で器の重さを0リセットで、ここに、バーリー大麦を 100g 入れていきます。はい、100g 入りました。で、ここに、さらに水を、200cc 入れます。で、トータル 300g。これで1時間、置いておいて、大麦に水を吸わせます。では、材料を切って、順次ホットクックの内鍋入れていきます。まずは人参、はい、では切っていきます。両端を落として
で、まあ、皮を剥きます。ピーラー使います。であとは、まあ、一口大に切っていきます。そんなに細かく切らなくてもいいです。では次に玉ねぎ、こちらは、そうですね、まあ八つ切りぐらいですね。皮を剥きます。半分に切った玉ねぎをさらに4等分して鍋に入れていきます。あともう一個次にトマトですね。トマトはヘタ取りでヘタを取ります。トマトも玉ねぎと同様に八つ切りですね。あんまり細かく刻む必要はありません。トマトは加熱すると鍋の中でもほとんど溶けてなくなってしまいます。では最後に牛肉を入れます。これは買った時に、お店でスライスしてもらいました。なので最後の手間が省けます。こんな感じですね。では先ほどの水につけておいた大麦をホットコックの内鍋に投入します。水ごとザザーっと入れてしまいます。ついてますね。はい。でここで再び、クッキングスケールの登場です。電源を入れまして、ホットコックの内鍋を置きます。
2690g ですね。ホットクックのこの内鍋のが 890g なので、差し引きます。 Hey Google 2690 minus 890. The answer is 1800g ということで、今計算は Google ホームミニのスマートスピーカーで、行いました。では、1800g ということなので、これに対して 0.7% の塩を加えていきます。 Hey Google 0.7% of 1800. The answer is 12.6. 具材重量に対して 0.7% 重量のお塩 12.6g を加えるんですが、ここでルーに入っている分の塩分量を差し引きます。こちらの、とろけるハヤシで今回使うのは2分の1箱4皿分を使います。で、これ1皿分に 1g の塩が塩分が入ってるんですね。なので、4皿分で 4g、これを差し引きます。 12.6-4g イコール 8.6g ですね。では 8.6g の塩を測っていきます。小さな器をスケールに乗せまして、ゼロリセット、さらにもう一度ボタンを押して 0.1g まで測れるようにします。これで 8.6g を入れて測っていきます。8.6g 入りました。で、これを内鍋に投入していきます。はい、では林のルーを、加えていきます。ちょっと4つに割って投入します。あ、すいません、ちょっと猫がニャーニャーと鳴いてるかもしれません。はい、あとこちら刻みニンニク、このくらいかな、はい、入れます。最初に紹介しなかったかな、こちら普通のサラダオイルです。これはライスオイルですね。ちょっと回しかけます。以上です。これを、ホットクックに、セットします。では加熱調理を始めます。内鍋をセットして蓋を閉めて、自動1-4で、これが、ベトナム式、ベトナム風ビーフシチューモードになります。これでスタートで、85分後に出来上がる予定です。では、出来上がったようなので、蓋を開けてみましょう。はい。とろみがついて、いい感じになっております。はい。では、お皿に盛ってみましょう。はい、スープ皿に盛ってみました。もう、お肉がゴロゴロです。で、大麦バーリーなんですけれども、
具材総重量 1800g のうち大麦はわずか 100g なんですが、出来上がりはもうたっぷりの大麦粒になります。大麦は、お米や、豆類よりもはるかにたくさんの、水分を吸収しますので、わずか 100g でも、これだけたっぷりの、バーリースープになります。ではいただきましょう。コクがあってすごく濃厚で美味しいです。牛肉、すごくいい感じに柔らかくなってます。タイランドですと牛肉はさほど一般的ではありません。お肉といえば、豚肉もしくは鶏肉です。牛肉は、水牛のイメージがあるのか、硬くて美味しくないという印象があります。でも、ホットクックで1時間半煮込んだ、このビーフバーリースープは、牛肉がとっても、柔らかくて、美味しくなっています。もう、タイの牛肉は硬くてまずいなんていう印象がもう吹き飛んでしまいます。これは別に、外国人御用達の、高級スーパーで買い求めた牛肉ではありません。近くの、ローカル市場で、買い求めた、お手頃価格の、牛肉です。高いお肉でなくてもいいんです。で、このビーフバーリースープなんですけれども、スープということで、パンと一緒にいただくのがいいですね。で、パンは、白くて柔らかいふわふわ系のパンよりは、スープがこうどっしり重め系なのでパンも重めの方が、よく合います。色が黒っぽくてライ麦入りでどっしり重くて、酸味のあるダークサワーブレッドがおすすめです。ジョムテンビーチであれば、スワナプーム空港行きバスターミナルのお隣にある24時間スーパー、フードマートで入手可能です。東ヨーロッパ系の、こういったどっしり系の、パンがいろいろ手に入ります。パタヤ市内ですと、セントラルパタヤ通り沿いにある、旧フランスカルフール系の大型スーパービッグシーエクストラで購入可能です。旧カルフール系ということで、パン焼き機がカルフールのものをそのまま扱っているんですね。なので、ビッグシーエクストラの、パンは、お食事用におすすめです。で、この、ビーフバーリースープをホットクックで作る、何がいいかと言いますと、台所の空気が熱くならないんですね。ホットクックは、炊飯器のような形をしていて、上蓋に2本の金属アームがついていて、それが回転し、攪拌してくれます。蓋をしたまま加熱しながら攪拌してくれるということで、約1時間半の加熱時間の間は、ほったらかしで OK です。ガス火で空気を温めないので、台所が熱くなりません。一年中、気温が30度を超える南国暮らしでは、この台所が熱くならないというのはもうそれだけで、料理を作る時の、こう心理的なハードルがぐっと、下がってくれます。で、このビーフバーリースープ、参考元のオリジナルレシピがあります。経済評論家の勝間和代さん、料理も大変お上手でホットクックで作るビーフシチューの YouTube 動画を、アップされています。私はそれを元にしてアレンジしてこのビーフバーリースープを作りました。元のビーフシチューは、肉と野菜を切ってホットクックの鍋に入れて、味付けは塩のみ、水は入れずに、具材の水分のみで、作る濃厚なビーフシチューと、シンプルながらもとても美味しく濃厚なビーフシチューになっています。それに対して、私は、調味料と具材で、アレンジを加えました。変更をした
点は3点、アレンジの1点目は、まず具材ですね。オリジナルの、ビーフシチューではジャガイモを加えます。それに対してビーフバーリースープでは味をよりはっきりさせたいのでジャガイモは、入れませんでした。アレンジの2つ目、オリジナルのビーフシチューでは塩のみの味付けでしたが、こちらでは、塩プラス、ハヤシのルーということになります。アレンジの3つ目は、大麦バーリーを、入れました。まあ、ビーフバーリースープって何のことはない。ハヤシライスをご飯にかける代わりにただ単に大麦を入れただけじゃないかと、なんかそんな声が聞こえてきそうですけども、はい、その通りです。とろみのあるおかずをご飯にかけて食べるというのは、アジアの皆さん、大好きです。日本人、中国人、タイ人、インド人、皆さん大好き。でもこの食べ方って米を主食としない国々の皆さん、ヨーロッパ人や、西洋人の皆さんにと、とっては必ずしも食欲をそそる食べ方とは言えないようです。でも大丈夫。彼らが普段食べつけている麦を入れてスープにすることで、ファランの皆さんにも、楽しんでいただける一品になります。さらにアレンジを加えればいろいろ応用が効きます。ビーフバーリースープは、牛肉の代わりに豚肉を入れても美味しくできます。ポークバーリースープですね。その場合は、豚こま半分に、残り半分は骨付き豚肉を入れると、見た目も味わいもより深くなり美味しくなります。あと、まあ、ハヤシのルーの代わりに、カレーのルーを入れれば、まあ、普通にカレーライスになります。あと、これボルシチにも、できます。ルーを入れる代わりに、ビーツ、あの紫色の根菜ですね、ビーツを薄切りにして入れると、そうすると、ロシア式の、ボルシチになります。味わいが全く変わってこちらも美味しくいただけます。まあ、基本のビーフシチューから、具材と、調味料を変えることで、ビーフバーリースープになり、ポークバーリースープになり、カレーにもでき、ボルシチにもなるということで、いろいろバリエーションを広げて、楽しめます。なお、ホットクックの電気鍋、タイランド向けモデルは KNH24XA というモデル名になります。タイランドの通販サイト、ラザーダやパワーバイで、お買い求めいただくことが可能です。これが1台あると、南国での自炊ライフが非常に、楽しく汗をかかずにできるようになります。以上、今日はホットクックで作るビーフバーリースープのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。